ビュッカー B131 バッカー B-131 ユーンモンビュッカー B131 ユングマンは第二次世界大戦前のドイツの初頭練習機である。1934年に初飛行した。1932年に設立されたビュッカー社は軽飛行機を専門に開発を行っていた。その第一弾としてドイツ空軍向けの勝歩練習機として開発されたのが B131 である。B131 は、交換構造の胴体と木製下駄に、ハフバリの主翼を持ち、開放式複座の副容器だった。テストの結果は、飛行性能優秀で、直ちに量産が開始された。その後、エンジンを強化した型が1936年から、生産され、ドイツ国防軍の主要処方練習機となった。第二次世界大戦後半には、 対ソ連軍相手の対地攻撃に用いられた機体もある。生産はドイツのほか、チェコ、スペイン、日本でライセンス生産された。また、ハンガリー、ユーゴスラビア、スイスなどにも大量に輸出された。日本においては1938年4月にイリス紹介によって一機の B131 バイトが輸入され、日本海軍及び陸軍が実験機として使用した。 海軍における略符号は、ケックスブー1。また、1938年3月には、満州飛行協会が5機の B131 を輸入している。その後、ケックスブー1を原型として、海軍が九州飛行機で二式処方練習機、公用として、陸軍が日本国際航空工業で四式、基本練習機として、B131 をライセンス生産した。 エンジンは、ヒルト HM504A を参考に国産化した、初風、または、ハ 47110HP である。紅葉は200機、4式基本練習機は1030機生産された。三面図、ありがとうございます。